こんにちは。漢方薬剤師の山本博之です。漢方で六条という鹿の角を使うことをご存知でしょうか？実は六条は非常に重要な生薬です。朝鮮人参と六条がない薬局は薬局として成立しないと言われるほど大切な生薬です。この六条は硬くなる前の柔らかい鹿の角で、アンチエイジングのために昔から重宝されています。日本でも日本書紀に六条の記載があります。今でも5月5日の端午の節句には菖蒲湯に入る習慣が残っていますが、そもそもこの日は薬の日であり、その起源は奈良時代にまで遡ります。当時薬狩りという行事があり、天皇や貴族などは一団となって薬狩りに出かけました。その日が例年5月5日の薬の日であり、そこで取られた生薬がこの六条です。このように六条のお話をすると、奈良の鹿の角は使えますか？という質問をよくされます。しかし残念ながら奈良の鹿の角は六条としては使えません。漢方で使用する六条は大豆など栄養たっぷりに育てられた鹿の角を使います。次に六条の効能について説明します。六条は主に腎臓と様々なホルモンを分泌している副腎の機能を改善します。そのため六条の効能の範囲は非常に広いです。昔の書物に記載されている六条の効能は、生命力を増し、骨髄や血の元となり、元気をつけ、筋肉を強くし、骨を固く丈夫にし、体力の消耗によるあらゆる病、難聴、目のくらみ、めまい、下痢、腸の疾病を治すと記載されています。実際の現場では腎臓の保護作用があるので、腎不全、ネフローゼ、むくみ、夜間頻尿などに使用されます。加えて副腎の機能を改善するので、免疫力低下、加齢による諸症状、発育、成長不良、骨粗鬆症、筋力低下、難聴などに使用します。また副腎からは性ホルモンも分泌されるので、男女共通で不妊症、そして男女共通で更年期などにも使用します。なお最後に注意ですが、六条には成長ホルモン作用があるため、ドーピングの対象となります。成長ホルモンには骨や筋肉を強化し、基礎体力を上げる作用があります。そのため体に悪いものではなく長寿の薬ですが、不公平という理由でドーピングの対象になりますので、スポーツ選手は注意が必要です。以上、六条についてでした。ぜひアンチエイジングの最高峰として、体の基礎づくりを助ける六条をご活用ください。漢方薬剤師の山本でした。